おはよう。待って。前髪アイロンした。今度のとこ光ってる。ライトプライトかな。それかカーテン。カタップを開けたからかな。ストレートヘア、ストレートヘアかわいい。え、ありがとう。パリピアイト、別にパリピ。パリピなわけじゃないんだけどね。さあライト、普通になんかあれ、なんでテープライトつけてんの、消そっかな。消えない。もうよいしょ。でも今日はこのライトだけで頑張ってる。すごくない？いつも上のライトはつけてるんですけど、じゃあ今日も京都で食べます。キウイとマスカット、いただきます。おいしい。なまりを感じない。どういうこと？あー、なんか強制がさ当たって口内炎ができたところにしみる。強制が当たって口内炎ができた、傷口痛い。後ろのクマちゃん元気なさ。それな、しょぼーんってしてる。あ、もうあれなんだ、立ち上げたいけど、ん、起こしてあげたいけどね、
起きないんですよ。ネギのすっぴんも可愛いじゃん。普通の15歳。確かに今日なんかやけにブサイク。やだー。てかママしょっぱいマスカット入れたの。これだけ一個だけなんかちっこいのがあるから、ちっちゃいやつはあれだよ。あ、間違った。アップのちょっと一回前髪だけ整えちゃう。よいしょ。おはよう。おはよう。あ、今日はおやすみ。いいね。はい。なーな、なーな、なあかし配信時間間違えて5時50分。え？もともとは何時からだったんだ。何をどう間違えて5時50分か。どういうこと？なんかパッとなんかパッツンすぎるんだけど、なんでなんかぺったんこしてる。6時からやった。ああまあ。まあまあ50分ぐらい大丈夫でしょ。今日の髪型は何？え、確かに今日何がいいかな。ちょっと何がいいと思いますか。寝ぼけてたのかな。ある、めっちゃライブの中寝ぼけて、なんだろう、6時とか5時50分が6時とかに見えたりするし、高めつい、そんなん学校にしていけないでしょ。暑いから結ぼう。え、結びたい。でもつい一択、そんなん学校にしていけないでしょ。ポニテかな。じゃあポニテにします。はい、ポニテにしましょう。はい、ポニテにしましょう。じゃあポニテです。じゃあポニテ。あ、確かにお団子とか、あれね、学校におろしかポニテしかにで行ったことないんだ。あ、待って、なんか今日学校帰りにあれなんですよ、ちょっとエステに行ってくるんですよね、ママの行きつけの。え、だからポニーだと寝るからベッド、ポニーにしたいよ。だから今日おろしかな。ちょっと巻き巻きでもしよっかな。そう、おエステ。なんかエステって言うの恥ずかしかったからおエステ。おろしだね、おろしにするわ。低めツインってるよね。なんでそのツインをさ進めてくるわけ。おろします。巻くか巻かないか迷うけど、
結びたかった。なんかあゆ多分ポニー結んだ方がね、あゆのね、なんだろう、顔の形、頭の形的にいいんですよ。巻いちゃい、巻いちゃいます。はい、巻いちゃいましょう。これはもう巻くしかない。うん、てれー、え、細いのか太いの迷うな。どうしようかな。あったあったあった、あったあった、あったあった。全然入ってないんで大丈夫ですけど、うん、細いのか太いの迷う。したいな、はい、したいのにしましょう。したいのにはい、したいのにします。でもああいうさ、ロングの時はさ巻くのめっちゃ上手だったのにさ、なんかボブになって巻かなくなってから、なんですかね、その巻かなくなった感が出ちゃったから、巻くのうまくなくなって、上手じゃない、ね、巻くの。もうだからさ、大丈夫かな、失敗したら嫌だな。ピッケンさせないで、ごめんよ。ちょっと待って、机の上を整理させて。なんかメイクし、今日はまだしてないけどメイクした、残骸。でも後からだけしないんだから、ああ言ってば。はい、キアだから大丈夫、大丈夫、大丈夫なつ。ぐしゃぐしゃだわね。これはこっち、これはこっち、よいしょ、よいしょ。なんか気持ちいいな。バブミがすごいですって。今日は分かんないけど寝起きだからですかね。まず配信の1分前ぐらい、なんだろうな、今日普通になんか遅れちゃったし、普通に今日配信ちょっとお寝坊2分3分ぐらい、あ、58分ぐらいだっけ、あゆがやった。じゃあ、じゃあ2分とかじゃないじゃん。じゃあ56分で6分遅れ、これぐらいだな。こんな赤ちゃんですかね。57分、ええー、波からしたら7分遅れ。まあ、その56分ぐらいに起きたんですよ。トニアレボーさんだったか、はい、だから多分で、昨日の夜電気を消すのに、なんか電気を消すのは違うんだけど、けど暗くしたいみたいな思って、あのテープライトつけて電気を消したで寝てたから、マジそのまま起きてそのまま配信始めたんだけど、はい、温まってください。チカチカチカ、本当に時間に通知来たから笑っちゃいました。笑わないでください。もう笑っちゃいますよね。
7時からにして、本当は7時からでしたとかにして、確かに、はい、そう、だからテベートついてた、確かにすぎる、普通に7時からにして、なんかなんで6時50分っていう中途半端な、普通に7時にすればいいのにって思いますよね、本当に。あ、ちょっと結んどこう、うまくできますよね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 。なんかこれぐらいの長さだと、なんかこの下の方を結んでもうまくいかないんだけど、あ、でも上の方だけ結、あ、もうなんかくるくるするとボーンってなっちゃうから難しいんですよね。なんなのなんなの、え、曇ってる？そう、なんかこっからだと普通に晴れてると、晴れてる風に見えるんですけど、うーん、もう半分くらい、ペ、はい、外側はまあまた後でやり直すけど、一回外側から、はい、頑張ります、できるはず、できるはず、できるはず、え、妹ちゃんは今日出ません、多分。みんなで今日はマキマキを恐るんでしょうか、あ、待って、なんかいっぱい間違えちゃった、やるの一回全部内巻きにしなきゃ、だからこれ外に跳ねちゃったのね、え、75点、ん？ 75 点って書いてるね、なんで75点なんですか、なんでですか、あ、そういうことか、混んでる時間、うん、いや、まだね、時間的には出てない、こんな時間まで妹ちゃんお休みしてないよ、学校だよ、学校、妹ちゃんも小学生ですから、ちょっと待って、言葉にはできない、 I love you、 だからいきなりキスしちゃいました、言葉にはできない、 I love you、 幼なじみはなんか恥ずかしい、なんか恥ずかしい、内巻きにチュルンとしました、いや、いや、どうしたどうした、あれ、なんかこいつ下手くそだな、下手くそになっちまったな、やばい、今日も失敗で、失敗に終わりそうな予感、頑張ります、よいしょ、せっせこさ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 、
ちゃん心配。なんか昨日三つ編みしてたんだけど、三つ編みほどいたらなんかいい感じの巻き髪みたいになったんだけど、三つ編みして寝ればよかったかな。あ、ウェーブにすればよかった。まあいっか、巻き巻き。好きな最強ついて何、顔でカバーできるわけないじゃん。あと2回この2束で終了っす。チャ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 何の歌、何の歌でもないよ。別に特になんか歌ってるわけではない。愛のテーマ、愛のテーマソング。外暑い、だよね、絶対暑そうだもん。うん、暑いだな。美容室だって言うこと聞いてくれない、自分でやって言うこと聞いてくれない、じゃそれな。なんで美容師さんの言うことはさ聞いてくれんのさ、髪の毛さん、なんでやねん、なんでだねん。はい、一回放置、冷ましましょう。あ、でも絶対これうまくいってない。まあ、下さえうまくいけば、まあ、ここの段とか巻き直せるから大丈夫。くるくる髪、くるくる髪、学校は大丈夫だの、全然大丈夫。なんならもうね、ほぼみんな、まあ、JK ですから巻いてる子が多いですね。もう早く髪伸ばして、もうロングで早く髪巻き巻きってやりたい。まあこっちもこの長さもまあ可愛いっちゃ可愛いけどね、くたふだけど可愛い、おしゃれ。おしゃれ、まあまあまあ。ありがとう。なぜなぜ、なんか JK はそう JK ですから、多分今の時代髪巻いちゃいけませんみたいな法則はちょっとブラックな気がしますね。朝から巻き巻きして JK 可愛い、やん、なんか JK って感じだね。このコメント見たらなんかいいわ、自分が JK って感じする。
もう危ない JK じゃなくてゴリラになっちゃう。危なかった。ゴキちゃんの子行くね。行くのかな。いってらっしゃい。早起きして可愛くなったのも安い。ねえ、いやそりゃさ、みんなもそうじゃない。劇場とかね来るとき可愛くかっこよくしてきて、かっこよくかっこよくしてきてきて、ちゃんお前ちゃん推しのためにちゃんと身支度しっかり整えてきてるじゃん、みんな。このよいしょ。おしめなときは気合い入れるんですね。でもさす、まあまあそうよね。あはははよいしょ。うちもファンの方に会うために前座だけだとしてもちゃんとあれです。何ですっけ前座だけだとしても、あ待って、痛い痛かった。14も気合い入れる。あ、いいやん、楽しみにしてるね。全然だけでも頑張ってますよ、メイクさん。あ、上手にできてるようにしか見えない。ほんと？まあまあこっからほぐしはしないけど、ほぐしてからが本番。まあここからも全然本番なんですけど、ここも本番なんですけど、僕の好きな、あーなんか長さが微妙すぎて、こうやって1、2ってやったら前までクッてでしたんだけど、ちょっと余るのがちょっとダーリーだね。そういえばあゆ見に行ってきたんですよ、このあれを。あの今あれなんですよ、ピクチャーの今やってる映画見に行ってたんですよね。そう、頭の映画、髪の毛が早く伸びる、何かある。え、あるよ。あのね、あのドンキッ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 キホーテにあるよ。待って、それ意味ないな。え、なんか、あ、多分あれだわ、あの、なんだっけ、薬局でも見た、松清清でも見た。あとこれ全然隠せてないよね、松松清清ドンキッキキキキキホーテ。あの持ってる、ああいうなんか最近はやってないんですけど、ヘアアクセルレーター EX にしました。チキンチキンチキン、これはなんか、あ、早く伸びるらしい。待って、めっちゃやりすぎたかも、ここだけ。まあいっか。あ、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。今日探してみる。え、ぜひぜひ。髪多分すぐ伸びる。なんか結構あゆの周りでは効果出たっていう人いっぱいいた。使ってみてね。もうマジさ、
ボブにして、その後なんだろう、もう満足しちゃった時、もう早くロングにした、早くロングにしたいみたいな。最近は別にそんな早くロングにしたいとも早くボブにしたいともどっちも思わなくなってきたけど、本当になんかロングにしたすぎるみたいな時があってですね、その時に買って毎日コツコツ頑張ってました。そしたらもうなんか美容師さんには、伸びるの早くなったねみたいな言われたから、多分効果あると思うはず、思われるはず。友達も使ってめっちゃすぐ伸びたらしいし。あ、そうで、頭の中の映画を見に行ったんです。頭の中の映画を見に行ったって、ちょっとなんか頭の中の映画を見に行ったんですけど、めっちゃ良かった。で、効果あったのかな。そうそう、効果はまあ、伸びの早くなったねって言われたからあったと思います。あ、そう、めっちゃ良かったな、の可愛い伸びました、伸びました。多分伸びた、伸びの早くなったと思う。いや、これでなんか間違えた情報もあれだなって思って、与えられないなって思って、けど伸びる方だと思う。普通に、なんだろう、まあ普通にやってるよりも伸びるの早いと思う。育毛剤とかの方がさ、いいのかな。育毛剤だと逆に毛量増えるだけ、それも嫌だな。頭の中の映画面白かった。面白かった、頭の中の映画。いや、なんか映画館だと涙もろいからすぐ泣いちゃう人なんです。だからなんか面白い系の映画を見に行ったとしても多分なんか泣いちゃう。読者感想文とかめっちゃ良かったじゃん。原稿用紙閉まらない。確かに。でも読者感想文なんてもうね、書く機会ないですから。めっちゃ良かった。なんかこの毛負けてねえな。映画館行くとポップコーン食べるの？食べるとき食べないときがある。昨日はちょっとお腹いっぱいだったんで食べませんでした。泣いちゃうのも可愛い、全部可愛い何それ、全部可愛い。よいしょ、じゃあちょっと冷ましてる間にマスカットを食べます。外の毛もやっていきましょう。あ、この位置で大丈夫かな。こうしてこの子がくるってなってくれればいいんですけど、種ないやつもないよ。多分シャインかな、シャイン。え、アイムね、キャラメル派だけど、ポップコーンでしょ。
キャラメルも好きだし、でも塩も好きだしって感じだな。うわ、どっちも好きだな。じゃあちょっとこっちは、はい、うん、大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かな。なんかゆるゆるすぎん。まあこれをもう一回やり直せばいいんですけど。もうシューマイ食べた？食べてないはず。そもそもなんか家でご飯を食べる機会がなくてですね。なんかママもご飯を炊くけど、食べるの妹ぐらいしかいなくて、たまにパパも食べるか食べないかぐらいなんだよね。すいません、いきなりくしゃみすいません。これをあとこうやって内巻きにしたらいい感じになるかな。おお、すいませんね。くしゃみってなんか我慢できなくない？我慢しようとするとさ、ねえ、緊張して、くしゃみであったわ、いいか話が。なんか小学校の頃、塾の自習室で、普通に自習をしてたわけですよ。で、めっちゃ静かなのね。で、自習室も人が満帆、もういっぱい人がいてもみんなかけかけかけてみたいな感じなの。それでカキカキカキって感じなんだけど、めっちゃくしゃみ出そうで、待ってやばい、どうしようみたいな思って、くしゃみ止めなきゃみたいな思って、なんだっけな、鼻つまんで、なんか隠してたっけ、頑張って吐くしゃみをしないように。でも出ちゃったんだけど、口を押さえてたのか知らないけど、ブブブブブブみたいな、ブブルルルルみたいな、なんか変な音出ちゃって、普通にくしゃみした方が良かったやつじゃんって思って、なんか変な音出しちゃったんだよね。どんな音だったかめっちゃ忘れたけど、めっちゃ変な音出しちゃったんだ。で、めっちゃ恥ずかしい思いをしたって話、自粛に広がったからね。超恥ずかしい。超恥ずかしい。塾中に広がったアユのくしゃみ。そう、あ、めっちゃそう、気使ったのに良くない方に、めっちゃそれ、めっちゃそれなの。そう、やばい、出ないようにしなきゃって思って抑えたら、なんか抑えたとこが良くなかったのか、で、あれはそっから恥ずかしい思いをしないようにくしゃみの止める研究、くしゃみの我慢の研究をして、くしゃみが出そうってなった瞬間に鼻をつまむ、これで我慢する、そうすると大丈夫でした。多分あゆがなんかくしゃみが出そうでもどうしようって葛藤してる間に、本当にもう寸前まで来て抑えたから、手遅れだったんですよ。それであんな豪快な変な音が出てしまったという思い出があります。鼻押さえの想像したらやばい、こうで出そう。研究した、でも多分そのことがなかったら研究すらもしなかったから、いいね、その頃のアユに感謝。くしゃみを止める研究、
なんかこっちいい感じだけどボーンってなってるし、大丈夫か。前の人もその気持ちは分かったけど、分かってくれるかな。なんかさ、なんだろう、友達もいたのにさ、なんかこれもっとこうしたいね。友達も いたのその実習室に確かいたのにさ、もうその周りの人も無反応だし、その友達も無反応だから余計なんか恥ずかしくて、もっと笑ってくれたらいいのに。まあ笑ってくれたら、まあなんだろう我が和んで おしまいだったはず、なのに。チャ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 、そういう時に限ってスルーするのって感じで、本当にそうなの、マジでそれ。もうやめて、スルーしないで、ここはスルーしなくていいんだよ。もうだからもうその子より先に自習終わって帰ってやった、その時その日帰ってやった。なんか一緒に帰った記憶ないから多分帰ってやったんだと思う。車の中でママにめっちゃ話した記憶がある。今日さ塾でさくしゃみしちゃってさ、けどさくしゃみ抑えようとしてるんだけどさ、なんかめっちゃ車の中で話した覚えある。やばー、懐かしいな。なんかあ、お仕事頑張ってね。なんかこっちだけうまくない、なぜなぜ。あ、意外となんか長さ違くない。ほら、なんでこっちの方がくるくるに負けてるってことなのかな。長さ違う、なんか髪の毛、じゃあにもっとこれどうしようか、どうしようか。あるあるすぎて怖い。あるあるなの、なんかあんま最近巻かないからか。劇場公演で、それでは切ってくださいで、ハクション。やってみたい。劇公演中になんかくしゃみしてみたい気持ちもあるっちゃある。アクション。豪快のくしゃみを劇場中の皆様に。同じ巻き方してるのに左右差で長さ変わる。ね、やめてほしいわ。なんか。普通にさ、左右差やめてって感じ。あ、意外とここはうまくいった。まあ下はもういや、意外とうまくないってなったかも、慣れてきたかもしれません私。はい、みんな大好き M 字型だよ。めっちゃうまく見える。あ、本当にちょっとこの下をどうにかってしたいんですけど、下をしたい。え、なんで消しちゃったんだろう。よいしょ。じゃあ今度の前で18日期待してるよ、豪快なハクション。やだよ、さすがに。なんか前座ではね、
さすがに。なんか本公演の方で曲中にくしゃみしちゃって MC とかでいじられたい、ちょっと先輩にいじられたいの夢、いじられるの夢何それって感じだけど、先輩になんかいじられてみたい。なんでしょうこの夢は、何なんでしょうね。突っ込まれてみたい先輩に。なんでやねん、また出てほしい香港。わかるの、わかるの、わかんないもん。出たい香港へ、普通に出たいんですけど、なんかねえ、なんででしょう。香港入ってませんでしたね。なんでなんで、なんでなんで入ってみた、なぜなぜ、なんか悪いことしましたか私。まだまんまらな、うん、まだ香港に出させられないくらいって感じなら全然自主練も行くんですけど、もうまあ、それに多分一緒に出演してない先輩でね、えそれないって感じだよ、ないもんいいって感じだよ。早く会いたいね、会いたい。あ、でもさ、みんなに会えるの14のオフおしゃべり会来ますか。あと2日後だよ、まあ、12日おしゃべり会でたくさん話すもんね。うっちゃ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 っ、圧巻とか最高だった。え、マジ最高でしたか。売りピヨだしね。ハイブ行くよ、やったいや、くしゃみお願いしますって言われてもさ、できるもんじゃないんですけど。そうでしょ、当日券も多分あります、多分っていうか、たいや、あると思うよ。なんか思ってたような巻きじゃないけど、まあなんか、なんでこっちの方がさ、こっちの方がボリューミーなの、それもなぜなぜ。まあまあいいんだから、もうよいしょ。かわいいですって、やだもう。はい、オンラインも当日券みたいなのあればいいのに。確かに確かにすぎる。こよりこよりって何ですか。初耳なんちゃか、うん、救えない、あー救えない。じゃあ配信切ってからかな。アイが食べてる果物で季節感じる。え、確かに感じるね。冬の時はめっちゃイチゴ食べてたし、今はキウイとマスカット、この間はブドウだったし、確かに季節感じる。え、そんな、なんだっけ、ただ感じてなかった、感じてなかった、そんな、なんか考えてもなかったわ。確かに感じるね。うんうん。ああ、これか。こより、こ。
気づいちゃったね、気づいちゃったね。秋は芋ちゃん、え、確かに芋確かに芋だけどさ、うん、旬のフルーツ大好き。まあフルーツって結構なんだろう、野菜よりもさ、もっとなんだろう、旬と旬で出るのが多いじゃん。秋は梨かな。あ、梨もあるね。でも秋なんて来るんでしょうか。この暑さから多分一気に寒くなって、秋どこって感じで冬が来るんですよ。最後にスクショ欲しいです。あ、じゃあスクショしてからあれ団長読めますね。うん、まあまあイエーイ、カミマキマキ。はい、オッケー。あいのは終わったんで、さまさま冷まします。はい、じゃあどう団長読みしましょうか。えっ、涼しいの嫌だけど涼しくないでしょこれ。今日誕生日なのね、おめでとうすぎるんですけど。おめでとうおめでとうおめでとう、はい、ちょっと待って、じゃあ団長読み、ごめんね。え、じゃあメイクしてもうちょい可愛くすればよかった。まあいいか。はい、いきます。13位ミトさん、ありがとうございます。12位モンブラン、あれ、あ、待って、間違えちゃった。モンブラン、ありがとうございます。はい、11位アビー、ありがとう。お誕生日おめでとう、おめでとう、アビちゃんおめでとう、おめでとう、おめでとう。ぬはごめんなさい、ちょっとああいう気持ち悪くなっちゃう、ごめんね。おめでとう。はい、待って、はい、10位タムちゃん、ありがとうございます。9位ミレちゃん、ありがとうございます。8位オトピャン、ありがとうございます。7位トンスケ、ありがとうございます。6位ボン、ありがとうございます。5位ウッチー、ありがとうございます。4位エイタロー、ありがとうございます。3位コウスケ、ありがとうございます。2位トマゾー、ありがとうございます。1位シノブ、ありがとうございます。ありがとうね、みんな。はい、もうコメントでもお祝いしてもらって嬉しい、ありがとうございます。やーんそりゃね。え、で、何歳になったんですか。あ、それはちょっと女性にはデリカシーが、あの、そうですよね、うん、まあまあ、愛も出会えてよかった。もう大好き、愛も出会えてよかった。え、何歳だろう、わかんない何歳だろう、あれ何歳だろう、何歳だ。でもあゆと同じ赤ちゃんくらいにしか見えないから6歳くらいかな。あゆが3歳児くらいなら6歳児くらいかな6歳くらいだね。おめでとう6歳。男の子には聞いちゃいやよ。男の子はいいでしょ男の子はいいでしょ。6歳ありがとう6歳くらいかな。俺は明日で、そうだね、明日じゃん。すごい。やーい、やーい。おめでとう。やだ、このなんかおめでとうの気持ち、嬉しい気持ちになってるんですかね。この気持ちは何？
こんな気持ちで配信を終えられるのが嬉しいわ。めちゃくちゃいい誕生日になったよ。ありがとうしますやの。泣けちゃう。待って、なんでちょっと感情がちょっと変なんです、ごめんなさい。はい、それではバイバイの時間、ありがとうね、おめでとうだよ、ありがとうね、みんなバイバイだよ、みんなもいってらっしゃい、頑張ってね、ありがとう、大好き、いや何も大好き、バイバーイ、バイ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 、頑張るね、いってらっしゃい、バイバイ、今日も一日頑張ろう、バイバーイ。